香港チャンネル、質問が来ております、はい、知床の遊覧船の、はい、観光船の事故ですが、はい、まあ、今はね、人災なのかその船長の判断なのか会社の対応なのかいろいろ言われてますが、うん、どう思いますかと。ああ、今の質問が全て当てはまってるのちゃいますか。これは人災でしょ、うんうん、まず、うん、でも自然相手やからね、この災害にもなるかもわからへんけど、でも災害をできるだけ、ね、食い止めるのは、ね、人の判断であって、うん、その判断が怠ったから、あ、そして、認識不足、管理不足が全部合わさって、こないなったわけでしょっていうところ。なんなら他のね、その遊覧船の会社が、うん、出航してたら、うん、まだわかりますよ。そうですね。彼らが言うてる、ね、うん、意図はっていうのは。しかし、やめろっていう証言もあって、うん、これは天候変わるぞっていうのが、うん、本当に、僕もね、その、ちょっとだけですけども、自然とは携わってるから、あの、波乗りやってて、はいはい、潮の流れとか、すごいからね、大潮ね、うん、とかの時とか中潮とか、うん、で潮止まりとかもあるけども、潮が引いてる時で、河口付近はどんな感じになってるのか、うん、離岸流がどうなのかっていうのもありますし、で風かって、うん、風速何メーターとかね、もう風速何メーターも、風も、あ、風が回ってな、あ、入り出したなっていう、言うたりもするし、そんなもあるから、それがなぜ、ね、僕ら一人でやっててもそんな感じやのに、うん、それを命を預け、お客さんね、買ってるでしょ、うん、この二十数名の命。ほんで、今日の時点でね、カズワンっていうのが水深100メートル以上、120メートルぐらいのところで、見つかったと、うん。それもあの滝の付近でしょ、はいはいはい、っていうところで。うん、だから、どこで座礁したのか、あ、エンジンが止まったから、うん、流されて、みたいな、ね、うん。流されたというか、エンジンが止まったらね、向かってたって、エンジンが動いてたら波が来たって、こう、行けんのよね。うん、エンジンが止まってもったら波が来たら、船横向いてもって転覆してもらう、はいはい、多分それちゃうかなとか、ああいうのも出てるし、俺もそうちゃうかなとか思うんですよ。だから、俺らがで海、バーってパドリングしてゲットするとき、こうやって漕いで行ってるときは、波バーンって止めるのか、そのままやったらフーンってなるし、で、あとはもうひっくり返って、波の向こう側に出るとかね。ショートボートやったらドルフィンでとかいうのがあるんですけども、だから、やっぱり自分の力がもうなくなってた、エンジンがなんかあったんちゃうかな、うん、故障して、うん、ほんで、水が入ってきて傾いて、うん、30度とかなったらもうかなりやからねって、うん、はいはい、あの山田先生も言うてはったのね、うん、まあ、こういうのが ある程度いうのと、んで、そういう判断のことがやっぱり船長や、うん、そこは。そうですね、うんうん。そこは船長が甘く見てたっていうことでしょ。だから何も会社から行けって言われてもね、いや、これは無理ですと。うん。ほ、うん、んで、会社は船、海のことは船長は社長より上やと思うからね。うん。で、そこで、どういうふうなっていう記者会見やってたけどね、うん、無線もできんかったんやろ、携帯電話やったんやろ、はいはい、で携帯電話で A 社、を持ってたか、うん、B 社の方があそこは入りやすいか、眠たいことを犯してな、うん、おかしいね、まずな、土下座なんか関係ないね、そうですね、うん、あの、まあ、気持ち的には備えになるかも分かれへんけども、そんなもんされたところでっていうか、うん、なんでそんなんよりか、ちょっと、あの、そういう危機管理をしっかり持ってないかなとか思うんだけどね。みんながもう素人やったんですよね、ここの会社も。船長もなんか結構歴が短いみたいな。そうそうそう。ほんで、雇い止めとかもしてなかったよ、うん、その、オフシーズンになったら、はい、違う仕事行って、と。ほんで、シーズン入ったらまた帰ってくるみたいなんで、はいはいはい、でも元々おった船長とかが、いや、もうあそこはもうむちゃくちゃやと、うん、管理体制とかも違うし、うん、ほんで、
国交省に出す紙があってね、その、うん、目視で300メートル、視界がある、はいはい、波が1メートルやったら出ない、うん、風が8メートルやったら出ない、うんうん、で、これ専門家の山田先生も言ってたけど、そんなんは書くけども、こんなんって、分かれへん。1メートルが何もか。うん、まあ、か目視やと、はいはい。それはもう経験やし、うん、だから行ってないっていう、はい、他の会社の人らは。はいはい、うん、で、湾内は静かよ。うん。そら。ね。まあ、そうですね。なぎ状態なんで。はいはい。しやけど、外出たら。そう、荒れてますもんね。で、あそこの海流やろ。ほんで、うん、このライフジャケットつけても、まあ、水温が、もう冷たかったら、あ、本当に。まあ、一緒ですもんね。もう10分、ね、20分も持たんのじゃ。ほ、うん、だからそのままで、亡くなってしまうと。ほんで、流されていく。今度、ロシア領に入ったら、うん、どうすんねんっていう話もあるやん。だから、こういうのって、まあ、絶対にもう、目視で見て、これはあかん。ほんで、天候とか、やっぱり、今なんか、ほとんど当たるからな、予測。あれもね、天気。はい。レーダーできっちりわかりますもんね、うん、うん。1年前にもあったと言われてる、うん。なんか2回ぐらいね、過去に事故を起こしてるみたいな。だから、風とかは絶対に読めんねんから、もう、ね、科学的にもできんねんから、それを、昼からの天候は来ないなるっていうのも、他の船長とか方々が証言してんのに、うん、それでも行くってね、うん、行ったっていうのはもうそれはもうほんまに、お金のことだけしか考えてない、うん、そらお客さんもねせっかくここまで来てんから ね、うん、出してもらわれへんかって思うけどそこはいや絶対飽きません俺らがロケ行った時な、うんロケってもう日にち決まってるやん、はいはい、釣りのロケとか今日10年も取らなきませんと、うん、でも絶対漁師さんはあかんって死刑やから、はい、これは無理やって、うん、でディレクターもあそうですかってそこはもう断念するやん、はい、うん、まあちょっと他のこと考えましょうかって言うてね、まあ、他のこと考えて絶対魚おらんやろうなところで糸垂れたりするやん、はいだ, はい、だからそんなんもあるから絶対にこれはあかんことやし、ほんでこのカズワンをね、見つけたっていうのは自衛隊の船ってすごい、あれね、海上自衛隊の船100メートル下のね、あれは嫌いとかを除去するやつやろ、はいはい、だからその湾岸戦争の時にも言ってたやろ、ほんだ下のなんか磁気と反応するのかな、はいはいうん、そういうのがあって、で絶対潜水夫がね、見つけられへん、うん、まあ、100メートルがすごいで、ね、そういうことやから、これはもう人災ですよ。人災ですよね。うん、これで、あとまあ、客も判断できないですもんね。船長が出るって言うてるからね、大丈夫なんかなと思う、うん。お客さんは分かれへんよ、うん。そんなもんね、ほんで、ある局員の方がね、はい、こんな僕だったら行かないよ、うん僕だったら乗らないよって、こんな寒い、水温とかのことを考えたらって、うん。いやいや、一般の人そんなもんか分かれへんから、ね。ほんで、そんなもん熟練の船長やと思うやん。ねえ、そこでもずっとね、やってるやってる。だから、専門家の方が、うん、もう、国交省を通して、そういう、ランク付けせなあかん。で、ここは、5点満点の4とか。星4つとかね。うん、はい。で、船長は何年やってるとかいうのを明記して、うん、で、それで、お客さんも、安心してそこに申し込むとか、うん、していかなあかんのちゃうかなっていうのをおっしゃってましたけど、うん、ただ単にね僕だったらいかないとこれをね全国ネットの番組で言う、うんうん、で亡くなった方もおればまだ見つかってない方もおんのに、うんうん、ほんなら、水温のこと考えてライフジャケットでってこんなもんはあこんなんだったらって言って、うん、だったらってあんたはそうか知らんけど一般の方分かれへんて、うん、そんなんな、うん、ほんだら冬に何やったら船なんか出したらあかんみたいなこと言うてて、うん、ほんだら船でどこも行かれへんし、うん、飛行機もせやん、そうですよね、で船は必ず沈むんですよとかなんか言うとったわ、うん、ああなあ、うん、ほんまそんなことよう言うなと思って、うん、そんなまだそういう方を出すっていうのもね、うん、その前に自分とこのねカラオケ店から落ちたやつと、そういうことをちゃんと言えやんで、うん、ほんまそれ腹立った、その記事見たあこんなこと言うてるってそれはすごいですね、うん、思いましたけど今回のことはもうほんまに
もう何とも言えん、これはもう人災ですよ、うん、もう管理だからその全てね、亡くなった船長も亡くなってるんですよ、はいはい、だから船長が決めたって、言うのは簡単や、もう死人に口なしみたいなね、ああ責任押し付けて、うん、だから俺はお前救命ボートゴムボートでもええから、うん、あ積んどったら最低限水にはそんなにずっと疲れへんやん。でも波すごいんでしょ。波はすごいか分からへんけども、でしがみついて何とかしてたら、でそれがすぐ連絡行ったら、分からへんやん。救急所がね、来てたかもっていう。そう。まあそれはもう電話方が絶対ええねんで、うん、もし何かあったらっていうので、今後こういう遊覧船もね、うん、考えなあかんなとか。そうですね。だからいろんなね、ところでそういう観光でグラスボートとかもあるやん、うん、はい、ありますね。ほんだらそれもほんまにね、こう海ってほんま表現するから、うん、そこは気ぃつけていただかなあかんなと思うところでございます。まあなんで、うん、でも俺不思議なんが、うん、ほら韓国でもあったやん、セオル号とか、はい、とかあって、はい、なんでそういうことをで自分には振りかかってけへんと思うんかな、その船長とかも会社が会社、あ、うん、あ、そういうところでございますので、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。そしていいねを押していただければまた私も励みになりますのでよろしくお願いします。香港からのお知らせでした。